このことに関してはあんまり言わないでおこうと、思っていたことを、先輩方に話そうと、話そうかなと、いうことなんですけど、トランプさんのことですよ。ドナルド・トランプさんのことですけど、ペンシルベニアで狙われたじゃないですか。時空テロリストから憑依された、20歳の青年、介護職人かな。なんか成績優秀な方をね、狙って、時空テロリストがその男に憑依して、それで時空を戻そうとしているトランプの命を狙った、憑依テロですよ。そのことについてね、あんまりね、これは言わないでおこうと思ったことも、やっぱり先輩方にはちゃんと言っておこうかなと思うことがありましてね、最終的にやっぱり言っていた方がいいのかなと、思って、今日伝えてみようかなということなんですけど、実はですね、トランプさんは本当は死んでいたわけですよ。本来であれば、命がなくなっていた流れだったんですよ。私もハッと思ってね、あ、もうこれは本格的にやばいかもしれんみたいな感じで思ったわけですよ。予知能力でね。私は予知能力もありますし、あ、もうやられたみたいな感じで思っていたわけですよ。ああ、もうこれで時空というのも完全に戻せなくなったと。諦めてもう落ち込んでいたわけですよ。だから本来の流れでは、もうトランプさん、亡くなられていたわけですよ。で、本人もね、そう思っていたみたいなんですよ。私は誰かしらが何考えているかというのも全部わかりますから、例えばトランプの意識と会話することもできますしね、トランプが今何考えているのか、この瞬間何を考えていたのかというのも全部わかりますから、トランプ自体もね、あ、もう終わったみたいな感じで思っていたみたいなんですよ。調べた結果ではありますけどね。しかしね、私であってもね、そのトランプであってもね、想定外の、もう何て言うのかな、もう事件ですよ。結構な事件ですよ。多分、大声ではトランプ氏は言えないんじゃないかなと思うことなんだけども、それは、襲撃の直前に、起こった出来事ではありますけどね、私もね、はっと気づいたんですよ。あれ、まさか、誰か、これ誰かが救ったな、みたいな感じで思ったわけですよ。その誰かというのをね、よく集中して見てみたら、なんと、トランプの、親友だった、安倍さんですよ。安倍さんが救っているわけですよ。今回の、事件。本来であれば死ぬ軸、世界線ではあったけれども、安倍さんが変えたということなんですよ。救ったということですよ。まず弾道の軌道を変えているようですね。私がしっかり集中して調べた結果ですね。あとは直前にトランプの頭の位置も変えてますよね。安倍さんが。これはもう、なんていうのかな、トランプの頭の中に直接声をかけているような感じですね。私が霊視してみた結果ではありますけどね。だから映像なんか見てみたら、その弾道が耳をかする直前にね、ちょっとあれみたいな感じでね、頭をちょっと振っているような感じの映像を見ることができるんじゃないかと思うんですよ。あれ、安倍さんですよ。だからその、なんていうのかな、わかりやすく言えば安倍さんがお礼のように死ぬな、みたいな感じで、必死にね、そのトランプの頭の位置を変えようとしているということで、変えたということなんですよ。あれ、変えなければ、もう脳に直接当たっていますからね。これはね、もう映像で確認したら一発でわかりますよ。あとは弾道の、なんていうのかな、弾道を変えていますよね。あれ、その弾道を変えたことで体にももう全く当たらないような感じで助かったということなんですよ。だから今回の事件で、トランプを救ったのはその安倍さんなんですよ。あんまりね、こういうことはね、大声で言うことは、あんまり気が進まないんですよ。私はね。なんでかって言ったら、日本の方々って、なんか安倍さんを叩きたがるじゃないですか。だから、なんていうのかな、私は胸くそ悪くなってね、
安倍さんすごくいい人だったのにね、なんか叩きたがるじゃないですか。だからあんまりそういうの嫌だから言うつもりはなかったんですよ。でも実際は安倍さんがトランプの命を救っているということで、まあなんていうのかな、自分を戻す、必死に戻してくれみたいな感じ、日本をもう自立させてくれ、最強国にしてくれみたいな感じの願いを込めて、まあトランプというのを救ったということですからね。これはね、もう先輩方だけにはね、伝えておこうかなと思ってね、今こうやって話しているわけですよ。本当は話さないつもりだったんですよ。時空テロリストのせいというのはもちろんですよ。そして我々というのも、これからもね、トランプというのを守っていくということはもうしっかりとした任務ですよ。未来人調査員の任務ですよ。しかしね、今回の一番の手柄というのは安倍さんなんですよ。安倍さんが救っている、高次元から救っているということですからね。だからもう危機一髪、耳を貸する程度で済んだということですよ。ほんでこのことはトランプ氏というのはもう分かっているということ、十分に分かっているということ、言うか言うまいかというのは本人次第ではありますけど、安倍さんが救ったということは本人はもう 100% 理解しているということは、もうこの場でね、私がはっきり言っておきますよ、だからトランプ本人はね、心臓が救ってくれたと、何度も何度もつぶやいているわけですよ。私はその意識と会話することができますし、読み取ることもできますから、もう分かっているわけですよ、私はね。ただしこのことというのはね、トランプは後悔しているのかな、まだしてないと思いますけど、するつもりなのかどうかは分かりませんけど、とりあえず安倍さんが救っていることは、トランプというのも、まあ、しっかりと理解しているということは先輩方に、まあ、伝えておこうかなということですよ。一応ね、一応伝えておこうかなということですね。あと、そうそう、都知事選でですね、2位の方、石丸氏って、いたじゃないですか。広島かどっかの市長をされている方で、都知事選に出て、で、蓮舫に勝って2位になられた方がいらっしゃったじゃないですか。いらっしゃるじゃないですか。よくね、名前を見たらね、はっと思ったわけですよ。私は2062年から来ている未来人ですからね。なんとなく、うる覚えで、一応学習をして、あっちで、過去のことをいろいろ学習をして、で、現代に、2020年代に今来ているわけですけどね、2010年代も、過ごしましたし、2020年代に来ているわけですけど、なんかね、名前見覚えがあるな、みたいな感じで思っていたわけですよ。あ、そういえばこの人って、一夫多妻制を広めた人だな、と思ったわけですよ。未来では一夫多妻制なんですよ。一人の男がもういろんな美女と結婚してもう子作りに励んでいることが2062年ではまあ主流なんですよ。だからいっぱいね、美女に囲まれて生活している人というのがね、いっぱいいるわけですよ。子供も作り放題ですよ。それを広めたのが、まあよく見たらこの人なんですよ。石丸さんなんですよ。石丸さんでしたっけ、多分そういった感じの名前だったでしょう。石丸慎二さん、そう、多分この人ですよ。私の記憶は確かなら、まあ、未来の一夫多妻制を広めた方というのはこの人ですよ。私は2010年に、まあ、一番最初に現代人と交流したのが、まあ、2010年の、まあ、秋頃から冬にかけてなんですけど、その時に、まあ、当時2チャンネルで、まあ、発言した内容で、まあ、一夫多妻制というのを、まあ、書いているわけですけど、それを提唱して、まあ、実際に実行に移したのはその石丸さんだということを、まあ、覚えているわけですよ。だから、あ、なるほど、この人だったんだみたいな感じで理解したということですね。思い出しましたよ、最近なんかニュースを見てね、よく考えたらこの人じゃないのみたいな感じでね。未来では、あ、今ね、現代ではさ、少子化問題で、まあ、苦しんでらっしゃるじゃないですか。もちろんね、日本の人口というのはこれからどんどん下がっていくわけですよ。どんどん残念ながらね、人数というのは、日本の人口というのはね、どんどん少なくなるわけですよ。それを食い止める策として一夫多妻制がね、導入されるわけですよ。だから一人の男が、まあ人によっては3人の女と結婚したり、
あとはまあそのなんていうのかな、基準とか あるんですけどね、うん、この人は何人まで結婚していいとか、いろいろあの制度があるんですよ。あるんですけど、まあ10人と結婚したりとか、うん、2人と結婚したりとか、6人と結婚したりとか、まあいろいろありましてね。まあ例えばね、夜の営みをする場合というのはもう曜日で決めていたり、今日もう順番で決めていたりするわけですよ。例えば今日は A 子さん、明日は B 子さんとか、うん、で明後日は C 子さんで1日休んでとか、うん、もしくは今日は A 子さんと B 子さんも一緒にするとか、うん、まあその人によっていろいろ決める順位とか、あの内容とか、まあいろいろあるらしいんですよ。うん、まあもちろんその環境にもよりますよ、うん、それがまあ一夫多妻制ですよ。それでね、あの外国と違うのはね、あの第一夫人とかの名称はないんですよ、うん、そういう呼び方というのは、まあ、あの禁止されておりますね、うん、それがまあ未来のやり方、夫婦のスタイルだということで、まあ一夫多妻制が導入されているということになりますね。あと逆もありますよ、うん、逆、一人の女性がまあ例えば4人ぐらいの男と結婚している、共同生活をしているスタイルもあって、まあ一夫多妻制の逆として、逆バージョンとして、まあ未来ではもう導入されているということ、これもまあ石丸さんの提案して、それでまあ実行された内容ですね。まあだから未来では革命的な政策をまあ導入された方として、まああの有名ではあったんですけど、私はあのてっきりね、あのその忘れていました。この人が導入したんだということをね、まあ、導入あの忘れていました。逆バージョンも、まあ、導入したのは石丸さんですね、うん、女一人で、まあ、5人ぐらいの男と結婚しているということ、うん、だからそのあの夜の営みも、あの今日はあの A 君とかで、明日は B 君とか、もしくはね、その朝 A 君とか夜 B 君とか、そういう制度もあるということですね。もちろん女性の方はね、あの一夫多妻制のその女性バージョンということでね、まあ男性が稼ぐ力よりも圧倒的に多い女性というのが、まあそういった立場にあって、それで繁殖機能というのがもちろんしっかりしている、それでもって、まあもちろんその性欲も強い女性というのが、まあそういったものを、まあそういった形式を導入しているということで、まあ未来ではもう常識化しているということになります。その制度を作ったのが、まあ都知事選2位になった石丸さんだということですね。私は思い出しましたよ、ああこの方があの一夫多妻制を導入した方なんだみたいな感じでね、思い出しましたよ、うん、真面目な人なんだみたいな感じで、ちょっとね、あのふざけた方なのかなと思ったらね、えらい真面目な人でね、元こういうらしくてね、ちょっと偏屈な部分っていうのもね、あるみたいなんだけどもね、なんか考え方というのはね、ユーモアあふれる方なんだみたいな感じで、ちょっとね偏屈ですけどね、私がちょっとあのどういう人かなみたいな感じでね、動画なんか見たらね、ちょっとね質問の受け答えがね、ちょっとね、あの偏屈かな、あのなんていうのかな、天の着みたいな感じの方なのかなみたいな感じでね、受け取りましたけどね、うん、しっかりとしたその何て言うの、うん、政策というのはね、ちゃんと未来に残っていますからね、未来ではえらい貢献しているということで、まあいいんじゃないかなと思いますよ。ということでね、今日はもうこの辺で終わっておきます。それでは先輩方、また。